ひよっこは2017年度上半期放送の NHK 連続テレビ小説第96シリーズの作品である。2017年4月3日から9月30日まで放送された。スペシャルドラマ、ひよっこ2が2019年3月25日から28日19時30分20時に4夜連続で30分枠ドラマとして合計4回放送された。 2020年1月28日から2020年7月2日まで NHK 総合にて再放送された。1964年の東京オリンピック前後、茨城県北西部の国田郡にある福島にほど近い山合いの村、奥茨城村に育った米農家の長女、矢田部美音子がヒロイン。出稼ぎのために東京へ行った父、美が正月に帰宅しなかったことをきっかけとして、 集団就職で上京し、下町、向島のトランジスタラジオ工場の両暮らしで働きながら父を探す。しかし、一年もせずにオリンピック後の不況で工場が倒産。行くあけのない峰子を拾ってくれたのは、かつて父が林ライスを食べた赤坂の養殖屋だった。ホール係として働きながら、様々な試練を乗り越えて成長していく峰子の姿を描く。 タイトルは、作中のセリフから、猫にする案もあり、最終的に、不採用になったが、主人公の名前、ミネコに引用された。ヒロインは、2013年前期の、第88作、アマちゃんで、ヒロインの母の少女時代を演じた、有村架純が起用された。オーディションを行わずに主演者を決定したのは、2014年前期の、第90作、花子とアンで、 村岡花,花子を演じた吉高由里子以来となる。また子役を用いず、高校3年生から大人に成長していくヒロインを有村が全編通して演じる。制作にあたり、ここ数作の朝ドラが実在の人物をモチーフにしたものであったが、本作は力強いヒロインを描いたオリジナル作品を作るとのコンセプトの下に有村を最初から直接指名でヒロインにキャスティングしたことを 制作統括の歌詞ヒロが公表している。なお、有村以外の若手出演者はオーディションで決定した。脚本は、岡田義和の書き下ろしによるオリジナルストーリーで、岡田が連続テレビ小説を手掛けるのは、チュラさん、お日様に続く3作目となる。連続テレビ小説で、茨城県が舞台になるのは1974年の第14作、コの海以来の二度目となる。 2016年9月26日に国境編の出演者を発表11月2日に茨城県内のロケにてクランクイン2017年1月30日に東京編の出演者を発表4月26日にその続報があった9月4日にクランクアップ近年の朝ドラでは異例の9月にずれ込んでのクランクアップとなった本作から BS プレミアムでの再放送の開始時刻が23時から23時30分と30分繰り下げられた。23時30分開始は2019年度後期、スカーレットまで続く。週刊ポスト2018年合併号のポスト読者300人が選ぶ朝ドラヒロインアンケート結果では本作で主演した有村霞が堂々の1位になった。 2018年10月に本作の続編として岡田義一の脚本有村霞の主演でスペシャルドラマひよっこにが制作放送されることが同局から発表された。放送時間は2019年3月25日から28日の4夜連続で30分枠ドラマとして合計4回を放送した。同物語は 放送終了後から2年後ということで、物語も2年後の登場人物たちの姿が描かれた。ロケ地ギャラリー NHK が故郷編、東京編と呼称していること、及び番組公式ウェブサイトにおいて、ストーリーを第1週第4週、第5週第10週と区切っていることに準じる。東京オリンピックの開幕が迫り、高度経済成長が進む昭和39年。 茨城県の山村、奥茨城村に住む、高校3年生の矢田部峰子は、地元を愛し、家業の農作業を精力的に手伝いながら、青春を謳歌していた。5年前の不作で抱えた農協への借金返済のために、父、実は、東京へ出稼ぎし、子供たちの運動靴は切れても補修して履き続けるなど、決して裕福ではなかったが、家族仲は円満で、 遠く離れて生活する実のことを常に気遣っていた。しかし同年の秋、東京のみえ当てた手紙は変装されるようになり、彼の失踪が発覚する。村内のイベントの聖火リレーを終え、東京オリンピックも終えた後も、実の消息はわからぬまま日々は過ぎていき、やたべきはやがて大晦日を迎え父不在のまま年を明ける。峰子は、父の創作と家計のために、急遽、 東京の企業への就職を決意し、高校卒業後間もなく二人の幼馴染み、スケカワトキコと角谷光夫と、集団就職列車に乗り込み、さらに列車内で出会った、あばたメスミコも加わり上京をする。ミネコとトキコ、スミコ、そして上野駅で合流した、金平豊子の4人は、向島電機の社員寮に入所。トランジスタラジオの製造ラインに配属されたミネコは、 当初失敗の連続で落ち込むが、先輩社員の長い愛子に励まされ、時子と豊子と本音をぶつけ合ったことで打ち解け、さらに、先輩同僚の秋葉幸子と、夏井優子から助言を受け克服する。就職して、初めての休日、実の創作に協力する警官、渡引正義と共に、身が過ごした半場を訪れた峰子は、苦労を察して痛感。さらに、後日、 実の目撃情報が舞い込み、父の生存を喜ぶ反面、家族に嫌気が差し失踪したと、疑い複雑なミネコだったが、両仲間の温かさや、会社のコーラス部活動で気持ちが紛れる。初任給をもらったミネコは、実会主送りし、邸前に文房具を買って送る。そして、実の馴染みの洋食店、鈴振り亭を訪問し、店主、牧野鈴子と料理長、 牧野の正午から励まされ、手元の給与で払える料理として、ビーフコロッケを食べたミネコは、美味しさに感動し、以後給料日の度に店を訪れるようになる。季節は流れ7月。ミネコは、仕事に励み、実のことを考える時間が以前より少なくなって、来ていた。一方、お盆休みは帰省せずに、仲間らと映画や海へ遊びに行くなど、東京生活を楽しむようになる。 しかし、同年11月、社の業績不振に伴いミネコらの給与は減額される。さらに渡引きが急遽東京を離れることとなり、彼への恋心を意識したミネコは複雑な思いに駆られる。12月には、向島電機の倒産が発表され、工場も年内閉鎖が決定する。同月20日、豊子の立てこもりの抵抗も虚しく工場は閉鎖し、 仲間も徐々に量を去り、残るは、ミネコとスミコとアイコだけになる。そんな同月27日の夜、スミコと共に内定していた、石鹸工場社長から急遽採用人数削減を告げられ、ミネコはスミコに譲り採用を辞退する。翌朝、途方に暮れながら鈴振り邸を訪れたミネコは、鈴子に店のホール係への就職を勧誘される。 先輩ホール係の朝倉隆子の採用面接も合格し、裏手のアパート、赤根草への入居手続きを終え、新生活が決まった美猫は大晦日を愛子と二人で過ごす。元旦愛子からお年玉として乗車券をもらった美猫は、上京以来初めて帰省し、英気を養った後、再び東京に戻る。赤根草に入居した美猫は、 大家の立花富と入居者らの手強い人々に、面食らう。鈴振り手での仕事の初日は、ランチタイムの忙しさで、頭の中は真っ白になり、慣れ始めた数日後には皿を割り落ち込む峰子だったが、周囲の人々の理解や励ましで気持ちを切り替え、長く多忙な毎日を乗り越えていく。2ヶ月後には仕事は身につき、4月には、ひょんなことから、 赤根荘の住民らと互いの食料を分け合い会食し、彼らと打ち解ける。そして、正午と鈴子からそれぞれから、口止めの上で、家を出た鈴振り邸の一人娘、床に仕送りを届けたことを機に、薪の家の不和を知ることとなる。鈴振り邸を訪れた綿引きから、新たな情報として、身がひったくり藩から殴られた後に失踪したことを、聞いた峰子は、 アカネの電話で実家と連絡を取り合うが、立ち聞きした住民の草重苗から、不幸な事情を隠していたことを叱責される。同じ頃、ビートルズの来日が決定。彼らのファンであるおじ、小祝い胸雄のため、ミネコは周囲を巻き込み歯磨き粉購入特典のチケットプレゼントの抽選応募に奮闘するが、結果は落選。しかしいても立ってもいられない宗雄は上京し、ミネコの元を訪れる。 近所の和若子店、柏牧道で、ビートルズの日本武道館公園の警備員に、赤飯600個を支給することとなり、近隣の人々と胸をは昼夜を通した手伝いに、借り出される。完成した頃には、胸をの妻、重子も鈴振り邸を訪れ、夫婦は、日本武道館の周辺で、ビートルズのコンサートを楽しんだ後、茨城に帰る。7月17日、鈴振り亭で、 乙女寮の同室仲間との同窓会を開催する。開始早々、女優の河本節子が現れるハプニングが起きながらも、久々の再会と明るい近況報告で盛り上がる。同窓会終了後、時子が仕事を辞め帰る家がないことを知った峰子は、実質にしばらく止めることにする。そして、赤根総住民が催す時子の歓迎会において、 ミネコと住民の島谷淳一郎が両思いと判明。後日二人は信仰を深めていく。同じ頃、ミネコの様子が気になり、鈴振り亭を訪れた愛子は正午に一目惚れし、店に頻繁に通うようになる。また、高子は三男に連れられ来店した彼の兄、太郎に気に入られ、休婚を受け入れる。ミネコと島谷の交際も数ヶ月にわたり順調に、続くが、島谷は、 父親から家業の存続がかかった縁談を迫られる。島谷からすべてを説明された上で家を見捨て財産がなくなっても峰子を選ぶと告げられた峰子は貧困を知らない島谷の稚拙な選択や親不幸さを叱責し二人の恋は終局。その直後、峰子は20歳の誕生日を迎える。赤根僧を去った島谷の部屋に愛子が入居。 高子は結婚退職する。4月21日、ミネゴは客である、テレビ番組スタッフに頼まれ、代役で生 CM に出演することとなる。たまたま現場に居合わせた、節子のアドバイスで本番を何とか乗り切ったミネコは、彼女との帰路の中で、父、実のことを打ち明けるが、後日、節子の自宅マンションへ連れられ、すべての記憶を失い側本宅で暮らす身と再会する。 父の現状に大きなショックを受けるミネコだったが、帰宅後、鈴子の助言で動揺を抑えながら、事実を手紙に認め母、ミヨコに送る。上京した母とミネコは、節子の同意を得て、身を連れて帰る。そして母は、父の気持ちを尊重してミネコに託して、茨城へ帰り、ミネコは父を自分の部屋に受け入れ、父子での生活を始める。数日後、 奥茨城村の田植えの時期になり、峰子から様子を聞き実は、帰京を望むようになる。峰子は急遽休暇を取り、見と奥茨城に帰省。記憶がなくなった実に、家族は当初戸惑うが、見であることに変わりはないことを感じ、すぐに打ち解ける。田植え終了後、実は家族のために奥茨城に残り、仕事が気がかりな峰子は足早に東京に戻る。 こうして、みが、奥茨城で自身を取り戻す日々を始め、やがてみねを仕送りから解放させて自由にさせようと、や田べ家が団結した頃、みねは、赤根草住民、つぼで女コンビが描く漫画の主人公のモデルに、されていることを知り驚愕し、島谷と別れた現状を、中だるみと評されて落ち込むが、鈴振り邸の従業員、前田秀俊に励まされ、前向きに変わっていく。 ある日、休養で多忙な店を抜け出すことをためらう鈴子を見た、ミネコは、スケットとして、ユカを連れてくる。驚く鈴子や、正子らを横目に、ミネコとユカは仕事をこなしランチタイムは、無事に終了。ミネコからユカが、柏義堂で働き始めたと聞いた鈴子と正子は、後日柏義堂を訪れる。そして失った時間を取り戻す正子の提案を、ユカは、受け入れ。 涙ながらに、一家は和解する。同じ頃、雪子が、金銭スキャンダルに巻き込まれたことで、大勢のマスコミ記者に囲まれ、家から出られない状況を知ったミネコは、彼女に幸せになってもらいたい思いから秀俊と、柏木道の御蔵師、柏木安春の協力で彼女を救出。雪子は、赤根の愛子の部屋に身を隠すこととなる。数日後、時子は、ミスコンテスト、 ツイッキーそっくりコンテストに優勝。泉誠との芸名で芸能界デビューが決まり、赤根草を去っていく。鈴子から新しい制服のデザイン考案を命じられたミネコは、同じく新メニュー考案を命じられた秀俊と一緒に勉強するうちに両思いになり、やがて結婚を前提に交際を始める。節子は愛子と意気投合するが、 身に関する辛いことも腹を割って話し合うべきと、サナエから提案されて、ミネコの部屋に移ることとなる。アイコとショウゴは、互いに忘れられない人がいながらも恋する気持ちを告白。二人は、スズコとユカの承諾のもと、交際を始めることとなる。高度経済成長を目覚ましい昭和43年。スズフリでは、新メニューが発表され、ミネコの制服も新しくなる。 ある日、ミから見せたいものがあると手紙をもらい帰省したミネコは、八田部家で柿農業を始めたことを知らされ、仕送りはもう必要ないことを告げられる。後日、八田部家が歌番組に出場することとなり、ミネコは上京した家族を鈴振り邸に招く。そこで秀俊は、ミネコとの結婚を申し出て、八田部家に心よく承諾される。そして記憶が蘇ったわけではなかったが、実は、 失踪前に鈴振り亭に重箱を預けていたことを思い出し、店内は感動に包まれる。赤根荘は、さなえが長年待ち続けた恋人の迎えを受けて飛べ、愛子は、正子と結婚して退居し、住子と豊子が入居。節子は女優に復帰し、時子とドラマで共演、つぼ壺つぼ女コンビは、売れっ子漫画家に出世する。 三男は勤務先の一人娘、与那子と交際を経て、結婚を決める。そして峰子も、鈴子と正午の立ち合いの下で秀俊との婚姻届を記入する。そんな幸せなエンディングを迎え、峰子は鈴、不利亭の店先から視聴者に向けて、笑顔で礼を述べ、励ましの言葉をかけるのであった。やたべ家の人々を主に稲作で生計を立てている農家。 助川家の人々、やたべ家から自転車で20分の場所に住む、落農家。門屋家の人々リンゴ農業を営んでいる。その他の奥、茨城村の人々鈴、振り亭の人々赤坂、赤根坂商店街の裏路地に店を構える、洋食店。向島電気の人々みねの就職先。向島で、アポロン社の下請けとして、トランジスタラジオ、 AR-64 の製造工場を営み、工場敷地内に女子社員寮の乙女寮を有する。昭和40年の不況を乗り切れず、同年12月に倒産する。安倍米店の人々散乱の就職先。明治から続く日本橋の老舗米店。福水楼の人々すず、不利店の隣に構える中華料理店。柏木道の人々アンムツが、看板メニューの和菓子屋。 石飯も手掛けている。赤根草の人々鈴、振り手の裏手に立つ2階建てアパート。その他の東京の人々ひよっこにの登場人物物語の舞台となる1960年代の街の風景をペーパークラフトなどのミニチュアで再現したもので、ミニチュアの制作は田中達也が、映像は森井光太が担当している。 主人公の実写が映っていないオープニング映像では2012年度後期、純と愛以来となる。本作のオープニング映像では、看板に過去の朝ドラのタイトルをさりげなく書かれていたり、ミニチュアの中で多くの人物が流れるように歩いているように描かれているが、この歩いている人物は、モーションキャプチャーという技法を用いてたった一人の人間がすべて演じており、 映像担当の森江が主催するスタジオのスタッフが担当しているという。同年7月3日の第14週第79回からはオープニング映像の一部差し替えが実施され、かき氷機が回るカットや夜景の場面では夏ならではの CG が用意された。主題曲若い広場は冒頭の愛の言葉をリルを除いて2番の歌詞が使用された。最終話では 通常のオープニングが省かれ、タイトル、テーマ曲、出演者のクレジットをエンディングにした。このような形態は、続編、ひよっこにの最終話も同様の例であった。2019年3月放送のひよっこにでは、新たなミニチュアが用いられた。日替わりで、ひよこ、鳥、犬の鳴き声の効果音とともに、昭和トリップと題し、 一般公募で寄せられた1960年代から1970年代の写真を紹介する。劇中において主人公のみ猫や周囲の登場人物が歌唱した楽曲。BGM としてたびたび流れる楽曲。緊急地震速報や大雨の災害による変更は発生しなかった。この記事は以下のカテゴリでも参照できますひよっこにに関するカテゴリ。 ありがとうございます。